大阪医科薬科大学 LD センター主催ウェブ講演会をご視聴いただきありがとうございます。ただいまより、資格発達1、資機能から読み解く学習のつまずきについて、奥村智人先生にご講演いただきます。奥村先生は、アメリカの大学院で資機能や資格認知について学ばれたオプトメトリストでいらっしゃいます。現在、 大阪医科薬科大学 LD センターで、指揮能や視覚認知の評価とビジョントレーニングを担当されています。学習のつまずきと、指揮能・視覚認知の関連について、長年研究を続けてこられました。奥村先生のその他の経歴は、講師紹介の画面をご覧ください。 それでは奥村先生本日の講演会のお話のポイントについて教えていただければと思いますよろしくお願いしますはいありがとうございます今年度は視覚発達支援に関する講演会を6回シリーズでお話しさせていただきますその中の今回は第1弾ということで指機能についてお話をさせていただきます指、まあ、機能っていうのは、まあ、視力や目を使うことの基本となる あの目の機能になりますがその発達と学習との関連について今回はお話をしていきます四季能の話は専門的な用語が入ってきますので、まあ、他の分野の方にはとっ,とっつきにくい内容になりますけどもクイズとかアニメーションを織り交、ま、ぜながら、まあ、子どもたちの具体的なつまずきや発達と関連付けてお話をさせていただいて できるだけ分かりやすく解説をしていきたいと思いますで、まあ、最後にトレーニングの紹介もさせていただきますけども今回はあのみんなに手軽に使っていただける YouTube のトレーニングについても紹介させていただきますのでそちらもぜひ皆さんに使っていただければと思いますそれではよろしくお願いします、はい、それではご講演よろしくお願いいたしますお願いします みだといいう,うに言われていて、だんだんこう色もわかるようになってくるっていうふうに言われていて、まあ、この時期よく見えるのは目の前2 3 0ンチぐらい、まあ、ちょうど、えー、授乳する時のお母さんの顔がわかる程度だというふうに、えー、言われていますで視力は目の構造あと脳の視覚情報処理能力の発達とともに生後徐々に育っていきます でこの後別のスライドで解説していきますけれども、目の様々な形態的な発達と基本的な機能は大体1歳までに出来上がるっていうふうに言われて、どしてても、どの文字かが分かれば、これは見えるっていうふうに判断したときの数値になります。で、次、実際に教室で勉強する際には、様々なことを同時にやっていかないといけないですし、 である程度の文字を読む速度っていうのが求められますで学年によっても違うんですけども先生の授業のやり方によってはかなり早く読むとか早く書き写すっていうことが求められることもありますじーっと見てからやっと見えた中の目の動きも調べることができますので先ほどお示した数字見比べ1と2を、えー、実施している時の目の動きっていうのを今から 見ていただきたいいたきと思います。す、えー。上が、まあ、あの実際の目の目様子ですビデオで撮影した目の様子下がいますので、えーまあ、私が関わった子どもさんでも実際やっぱりこれレンズを使って改善するケースがアーレンシンドロームでは多いので、まあ、はっきりとアーレンシンドロームっていうふうに分からないケースもあるんですけども感覚の問題があってやっぱこう文字が動いて見えるとかあの歪んで見えるっていう。 場合にはあのみんながみんなではないですけども、こういうカラーの光を調整するようなレンズですね、こういうもので改善することもあるので、これもあのこういういろんなテストレンズを持ってらっしゃる、えー、メガネ屋さんとかあの眼科であのレンズの調整をしてもらって一番いいレンズをできるようになるっていう話をさせていただきましたけども、その時期にリーチングって言ってあの見ているものを に手を伸ばして掴むっていう。そういうあの動作が出るように、ちょうど6ヶ月頃でなってきます。では、まあ、まこの時にまあ視覚と運動を連動させて、どんどん発達していくっていうことがあります。まあ、見れるようになることで。体の動きもどんどん発達していくっていうことがありますし、あと物を操作するこう手を伸ばして操作するっていうことができるようになって、えー、見ることへの意欲も高まり、さらに見ることも高まってくるっていう、まあ、相互作用が。 出てくるっていうののがこの時期になりので、ね、そこからどんどんあの視覚と運動が連動してあったとしていくっていうようなところがあります、まあ、手や指で物を操作するっていう時には目で対象物を捉えるっていうことがすごく大事になりますしあと特にまあ動いているものに手で操作を加える例えば飛んでくるボールをキャッチするとかあと転がっているストレスになるようであればあまりこう負荷はかけずにあのゆっくりでもいいのでやってもらうように。 してもらうといいかなと思っていますはい、以上です、はい、ありがとうございます、えー、特性に合わせた子どもへの関わり方、えー、今後の子どもたちへの関わりに生かしていきたいと思いますはい、奥村先生貴重なご講演ありがとうございました